先発として、二つの根気発体験を味わった。試合前まで防御率0.74だった巨人、堀田健心23、が22日の中日戦に先発、5回までは3安打無失点の好投も、2対0の6回に失走者なしから暗転した。連続支球の後、細川、カリステに連続的自打を浴びて逆転され、 6回途中3失点で後半今季先発初失点と初黒星もついた。試合前まで先発、リリーフとして計9試合で3勝。先発した試合では15回3分の2で無失点だった。球種は少ないのに相手が打てない、いい意味で不思議な投手、と安倍晋之助監督、45の評価は高い。 ドラ一入団ながら苦労人でもある点一年目の2020年にいきなり右肘のトミー・ジョン手術を受け、21年は育成選手権22年に復帰したものの、8試合で2勝3敗、防御率6。29に終わっている点五年目の覚醒はなぜ起きたのか、猿巨人オビーがこう言った。昨年春に有望株として一軍キャンプに抜擢されたが、 張り切って入った初日のブルペンで右肩を痛めた。これに原辰徳監督65は、1軍に全力で投げられないような人がいる必要はないと激怒即2軍送りとなり、落ち込んでいました。結局、昨年は復活できず霊賞、全権を持つ原監督の体制に萎縮していた。昨週に安倍監督に変わった途端、 日本代表との練習試合で高騰したり、本格化してきましたから。同郷の岩手出身で同学年、ドラフト1位入団と共通点が多い西立有用、22中大の存在も大きい、ホッタは小学生の頃から一方的に知っていたという。僕は高卒で、西立も同じチームに1位で指名された、同級生なので負けられない。 という強いライバル意識が原動力だ。チームメイトとなった今では切磋琢磨する間柄。勝ちパターンのセットアッパーとして奮闘する姿に刺激を受けている。昨週のキャンプから指定関係を結んだのが、内見哲也投手コーチ42である。西部から復帰し、いい投手だと思っていたのに巨人に戻ってみたら、あれという感じだった。 と修正に着手した。新任コーチに最初に目をつけられたホッタは、秋のキャンプから軸足をテーマにしようとアドバイスされた。シャドウピッチングの際、前に置いた10キロの重りを軸足の右足で押し込むトレーニングを二人三脚で行っている。春のキャンプでも、ブルペンに居残ってスムーズな体重移動などのうつみ投法を伝授された。 物腰が柔らかいから波長が合うようです。前室の OB。秋のキャンプ後に参加した台湾でのアジアウィンターリーグで、秋のキャンプから感覚は掴んでいた、と自己最速の157キロをマークした。もう一人の死は菅野智之、34だ。オフ高齢のハワイ自主トレに2年連続で同行している。菅野のに、 パワーピッチャーは勢いをうまく使えた方がいいと助言され、反動を活かすように投げてみたり、トレーニングメニュー、食事、サプリメントなどを助言すると線が細かったホッタはウエイトや食事など、プロの体作りを一から今日割った。カンノはコンディショニングコーチみたいな存在です。チーム関係者。ホッタは6回の2アウトまでは粘り強く投球できたが、 あと1アウトのところからの支給逆転だは反省しないといけない、と悔しがった。記事本文にも登場した菅野だが、メジャー挑戦を断念したことで、より一層強まっている、野望、を抱えていると、もっぱらだ点2017年から2年連続で沢村賞を受賞するなど、多くの名誉を手にしてきた菅野が、未だに成し遂げていないこととは、